下げて松原のクロス走ってきた、ヘディングクリアです。こぼれ球佐藤、松原へはここはインターセプトです。森岡、高く上がったボール後ろから走り込むぞ、抜けてきた谷口のシュート、グルージャ森岡先制。ご覧いただきましょう、このヘディング流したところ、後ろから走り込んだ谷口海斗、右足で押し込んでいった。1対0と先制となったのはグルージャ森岡、今シーズン15得点目となります。